見てください。一体何が起きよう。おそらく、ワームホール。時空と時空をそこに吸い込まれた。そう。ドミグラのやつ、ほんと。このままでは、早くワームホール。頼んだわよ。よろしくお願いします。なんだ？この人はバーダックさん。悟空さんの実は父親です。バーダックさんは最後までフリーザ軍と戦ったそうです。この人が途中で倒れて歴史が変わってしまいます。加勢してください。てめえ、どうやら味方らしいな。ここから先は地獄だぞ。それでもいいならついてこい。なんだ、最下級戦士のお友達が登場か。はっはっUGA!
様が許せねえ。ザーボン、上部ハッチを開けます。俺たちサイヤ人はお前の命令通り働いてきた。なのにサイヤ人にはもう許してもらう。惑星ベジータごとに。お前らサイヤ人は利用されてただけだぜ。なんだと。本来ならフリーザはバーダックさんと戦うことなく惑星ベジータを破壊してしまうはず。何が起きているのか。これがこの星の最後の眺めになりますね。長い許さねえ。これで全てが変わる。この惑星ベジータの運命。ベジ抜け。この俺の運命。カロッとその意味貴様の運命もこれで最後だ。今度は違うかもね。こんな美しい花火ですよ。よかった。お疲れ様でした。バーダックさんのバーダックさんを飲み。それが。じゃあ、バとはいえ。ドミグラが直接。じゃあ、トランクス。え。あ、ここの巻物。何言ってるの。ここの巻うん、が。はあ、